皆様こんにちは。本日ラスカ茅ヶ崎店5階にロハスをキーワードにしたオーダースーツのお店ラ・ファブリックがオープンしました。どんなお店なのか早速レポートしてみたいと思います。それでは店長の上村さんとマネージャーの田村さんにお話を伺っていきたいと思います。ではまずですね、こちらのラ・ファブリックのコンセプトをお聞かせいただけますでしょうか。はい、ライフスタイルを豊かに、働くビジネスマンを笑顔にするっていうコンセプトがありまして、まあ、オーダーメイドのスーツを、EC で販売させていただいてて、まあ、去年からですね、オムニチャンネルといいまして、まあ、都内各地でこういった形でポップアップをさせていただいております。ありがとうございます。では今回なんですが、茅ヶ崎に出店されたというのは何か思いなどがあるんですか。4月に実はすごい短期間でちょっと限定でやってまして、まあ、その時自分たちが茅ヶ崎のこう人々のそのライフスタイルっていうものもすごく自分自身も共感するところとかも多くて、ですごくサファリシャツに短パンっていう飛び抜けた格好でやったんですけど、茅ヶ崎の皆さんが受け止めてくださって、まあ、多くの方来ていただいたので、まあ、またここに戻ってこようという気持ちはもともとあったんで、はい、で今回ちょっと2ヶ月限定なんですけどやらせていただきます。ありがとうございます。茅ヶ崎にはね、アロハとロハスをくっつけたアロハスというような文化もありますので、そういうものと連動していければいいなと思います。商品の特徴について伺っていきたいと思います。今回の、商品プロダクトで推しているのはブルーベリーを使ったオーダーメイドのスーツなんですけど、まあ、本来オーガニックコットンというのはその製品自体は、オーガニックなんですけど、染色を化学繊維を使ったりとかするんですけど、まあ、製品もオーガニックで、染色も、ブルーベリーで、環境にも健康的な、プロダクトで商品を提供させていただいてて、今回は、そちらをメインで販売させていただいてるんですけど、他にも、まあ、いろいろと洗えるスーツですとか、たくさん、プロダクトあるので、はい、ぜひブルーベリーを使ってるっていうのがなんかちょっと食べられるのかななんて思っちゃいますけど、はい、ありがとうございます。あとですね、ちょっと気になるんですが、あちらの壁は何のためのスペースなんですかね。あちらなんですけど、お店に来ていただいたお客様に、チェキで写真の撮影をしまして、それをこういった形で貼っていただいて、思いの丈を壁に書き殴っていただくっていうような感じなんですけど、なかなか大人になって壁に落書きができるっていう体験はなかなか楽しいと思うので、はい、思いの丈をいろいろ書いてほしいですね。で今貼ってあるのはラファブリックのスタッフなんですけど、思いの丈がもうすでに、はい、思いの丈がもうすでにありますね、はい、はい、では最後に一言お願いいたします。はい、茅ヶ崎ラスカ、5階で、やってますラファブリック、ぜひ皆さん、遊びにいらしてください。